JL-9JL-9 強連9型は、中華人民共和国の奇襲引き工業講師が開発したジェット練習機。山高の愛称が付けられている。型番は強連のピン音の頭文字を取ったものである。J-7 戦闘機に準じた複雑練習機である JJ-7 が陳腐化したため、第4世代ジェット戦闘機のパイロット要請に、 必要となる高等練習機として FTC-2000 の名称で新規開発された。開発はリスクを減らすため J-7 及び JJ-7 をベースとして行われている。2000年末までに風洞実験を完了して詳細設計を終え2003年12月13日に試作機が初飛行した。エンジンは J-7 の E 型にも採用されている渦粉 -13 を搭載し、ビブは JJ-7 に似ている形状だが、主翼は J-7E とも異なるダブルデルタ翼を採用し、インテークを胴体両側面に移動したことで外見が大きく変わっている。副座式の操縦席は後席が高く配置され、視界を確保しており、グラスコックピットを採用しているという。 23mm 機関砲を固定武装に持ち、並走搭載能力の有無は不明だが、胴体下に1箇所、主翼下に4箇所のハードポイントがあり、実物大モックアップでは、主翼下に空対空ミサイルを装備していた。また、機種には、火機管制レーダーの搭載も可能とされる。アレスティングフックを装備した海軍向けの艦上型も、開発が確認されている。ありがとうございます。